オリンポスの神アレス、そしてアテナ。彼らが率いる神の軍勢はあまりにも強大であった。連合軍は奮闘も虚しく敗北を喫する。スサノーラ千人の力を借り、連合軍は撤退を開始するが、アレスたちは執拗にこれを追撃。さらに行く先にも伏兵が待ち構えていた。偵察の兵が戻ってきました。この先でアレス軍と見知らぬ将たちが交戦しているようです。そのアレス軍はおそらく我々を待ち受けていたのでしょう。新たにこの世界に迷い込んだものを我々の仲間と勘違いして襲ったのかもしれませんね。困っている者を放ってはおけぬ。我々のせいで襲われたというならなおさらだ。義と愛にかけて救わねば。お待ちください。剣心殿は我が軍の要。これ以上危険にさらすわけにはいきません。それに皆先ほどの戦いで疲れているはず。ここは我らに任せ、先に逃げられよ。逃走を託す。私たちも頑張るから安心して帰ってゆっくり休んでね。消去、剣心様に失礼でしょ。いいのですよ、あなた方の義と愛十分に伝わりました。ここはお言葉に甘えてお任せします。ええ、新たな仲間を連れ必ず無事に戻りましょう。見知らぬ将らが寄る砦は敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアレス軍は砦にいるのも我々の仲間と勘違いしているんです。今宙をかければ敵の動揺を支えます。その隙に彼らを救い出しましょう。私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の勘を恨んでくれよな。いざ逃げて進まん。何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。共に勝利を。お取り込み中失礼します。あなた方の狙いは我々なのではありませんか。後ろからも敵か。どうなってんの。ここは一旦引いてくれ。まず下がって立て直しだ。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。ほうと、それにロシク殿、ご無事で何よりですが、再会を喜んでいる暇はなさそうです。しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一網打尽にするのはどうだ。この地形、この風、なすべきことは一つでしょう。さすが話が早い。なら俺は策がなった後の追撃を受けます。
じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる敵をコテンパンにする策ならお任せ。なら私は諸葛亮の計がうまくいけるな。ちょいと再考するとしよう。進まんばしやってみるな。はぁ、共にしろよ。準備に取り掛かろう。おのおの、抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。足もちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。気にしてる場合じゃなさそうだね。頼むと味方の船を繋いしまわないとね。お前さ、工作兵を守ってやってくれないかい。船をつなぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。見事な戦ぶり、感服いたしました。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの。わかんない。私もね、それだけすごい策ってことじゃないかしら。じゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだね。ああ、いいね。その調子で頑張んな。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船に戻り、策が知れぬよう敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に。この砦が欲しいんだけどさ、敵が強くって。ちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。戦争の場所、矢を射込むには絶好の位置だ。だが敵に抑えられているな。ここは力ずくで奪うしかないだろう。すまんが、手を貸してくれないか。こっちを手伝います。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。仕掛けあって、そうはいかないんだ。こっちも訳ありみたいだけど。お前たちはここで倒す。俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。あの砲撃の威力すさまじいな。どうにか味方に引き入れられないのか。そんなことできるのかね。だってあの子たち、なんだか怖そうだよ。お前は勘を倒していかねばならんのだが、通してくれないか。天空の安さよ。どうしてもと言うなら、私を倒してください。捨ておけば。どんどん行っちゃえ。相手を務めよう。カーン・アンドク、マイル。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。そこを動くなよ。これが叶う相手じゃねえか。この俺が相手だ。来い。見事な戦ぶり、感服いたしました。お手合わせ願おうか。我が部に挑め。
して参る。この手かなわない。知らねえな。それでは無事確保。ここに伏兵を仕込めば準備完了っと。お役に立ててよかったです。すごく頼もしいです。私がお前の相手だ。その分試させてもらう。この苦境に駆けつけてくれたが、お前の働き覚えておくとしよう。船をつなげたようだね。これでサークもうまくいくさ。お前さんのおかげだよ。サークの成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。これで目的地への道は開けたか。待ち受けるはあの怪物か。これもおしごめです。あの鳥みたいな子たちいなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝せねばな。うまくいくかな。ドキドキしてきちゃった。さて、そろそろ移動しましょう。戦場に手は危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。ようやく追いついた。人間とここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。敵は無勢、討ち取るのはたやすい。来ましたね。我々の策を披露する時が来たようです。今です。火を放ってください。自分たちの船に火をつけるだと。正気か。おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ。一斉に矢を打ち込み追い打ちをかけよう。敵様大混乱。お次は伏兵行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配お見事です。火遊びするなんて悪いからね。お仕置きだよ。こんな
ところに兵を配していましたが、敵も抜け目ないですね。孔明様、ここは私にお任せください。共に勝利を。良い働きだな。この調子で励んでくれ。炎上は惜しまんぞ。金ごときにこの俺が。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺、馬孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかない方のようですね。じゃあ俺たち似た者同士。本物から言われるなんて、偽物冥利に尽きるな。拙者の迷い。いや、お見事。これでまた勝ちに近づいたよ。宝刀のおかげでうまくいきました。ここで軍門の力を得られるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないしね。そうでしたね。共に勝利を描きましょう。この地より逃がすことはできぬ。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。なあ、おめえ炎上、金尾通してやんぜ。共に進まんぜ。あこれも流れだ。おかげで敵の追撃を退けることができました。何、救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほう、なるほど。なんだかとんでもないことになってるみたいだね。だが皆が力を合わせれば打ち破れぬ困難などあるまい。今回のようにな。そうそう、あいつたちもよければ一緒に戦わせてくれ。ええ、もちろんです。お三方がいてくれれば心強い限り、ぜひお願いしますよ。だいぶ賑やかになってきたね。ナタ殿、ジョカ殿、ご無事だったのですね。まあな。そうだ、紹介しよう。この者はスサノオ、我らと同じ戦艦の住人だ。我も助力しよう。またしても人間と共に戦うことになるとはな。確かに見覚えがあるような気もするな。ま、初めましてでも久しぶりでもいいや。これからよろしく。
あっしは方は資源、無理はしないで頑張るよ。ロシキ、堂々乱世を渡らん。兵は軌道なりでね。バカ、我に任せよ。